ヘンリー王子ことプリンスハリーとメーガンのオプラ・ウィンフリーによるインタビューご覧になることできましたか？オプラはアメリカのクイーン・オブ・メディアと言われていますが、アメリカで一番力のあるテレビプレゼンターです。この2時間番組はアメリカでは3月7日に、そしてイギリスでは8日に放送されました。YouTube で部分的に見ることができますので、概要欄にいくつかリンクを入れておきますので、ぜひご覧になってみてください。今日はこのインタビューからアメリカ英語とイギリス英語の違いというよりは、アメリカの文化とイギリスの文化の違い、そして2つの国の価値観の違いについてお話ししたいと思います。またインタビューで使われた言い回しや、その後イギリスのメディアが使っていた表現などについても、価値観の違いを説明するのに参考になりますので、説明していきたいと思います。ついでに日本人との価値観の違いについても比べてみたいと思いますので、どうぞご意見などありましたらコメント欄に書き込んでおいてください。さて、今回のインタビューは Tell All Interview という前書きでしたね。暴露インタビューです。そしてインタビューの後、イギリスのメディアはボムシェルインタビュー、爆弾発言、爆弾インタビューだったと表現しました。ハリーとメーガンはイギリスの王室に dropped a bombshell、 爆弾を落としたのです。bombshells と複数の方が正しいかもしれません。爆弾が落ちた後の aftermath、 余波は3週近く経った今でも続いています。 aftermath はIn the aftermath of the Great East Japan Earthquake、 東日本大震災の余波でのように使われます。多くのイギリス人はハリーとメーガンが airing dirty laundry in public と直訳すれば、汚い洗濯物を公共の場で干したと言っています。 bad mouthing ということですね。stiff upper lip を得とするイギリス人には、これは下品な行為ということになるのでしょう。Keep a stiff upper lip、 感情表現を自制するという意味です。最も大きなボムシェルは racist remark でした。ロイヤルファミリーが人種差別をしたというのです。これまでもイギリスのメディアが人種差別的な報道をしてきたことについては何度か言われてきました。しかし妊娠中、息子のアーチーの肌の色がダークになるのか、ロイヤルファミリーの誰かが何度か聞いたというのです。実際はメーガンが妊娠している時ではなく、結婚前にハリーに一度だけファミリーの誰かが話したのをハリーがメーガンに伝えたと、ハリーが後で言い直しているのですが、これがアメリカでは大変な騒ぎになっています。イギリスでももちろん騒がれています。ハリーの毛色はジンジャーといい赤毛、直訳すれば生姜色ですが、これは遺伝であまりよく思われていません。多くの人がアーチーの毛色はジンジャーになるのだろうかとも言っていました。もちろんハリーは軽く受け止めていましたし、差別とも思わなかったと思います。青い目か茶色か黒髪か金髪か、国際結婚の場合特に興味がありますよね。しかし肌の色については黒人の血を持つ人でないとわからない感情なのだそうです。そしてメーガンは同時にアーチーに黒人の血が入っているので、プリンスの称号が与えられなかった、またアーチーのセキュリティの費用も出ないと言われたと言っていました。イギリス王室には現役のキングまたはクイーンの孫までしかプリンス・プリンセスの称号を与えないという決まりがあります。ウィリアム王子一家は、第一継承ラインにあるので、例外になります。チャールズがキングになるまでアーチーはエリザベス女王のひ孫になるので、肌の色に関係なくその権利がないのです。さらに一家のセキュリティは王室を離脱し、カナダからアメリカに移った時点で外され、36歳のハリーは父親のチャールズから仕送りがなくなったことを嘆き、ダイアナ妃の遺産があるので大丈夫だったとも言っていました。コロナ禍、貧困生活に追いやられている一般庶民のことなどもちろん関係ありません。テロールインタビューということですが、メーガンは真実を言っているのか、何か意図することがあって言っているのか、不明な点がたくさんありました。例えば2018年5月19日にウィンザー城で行われた盛大な結婚式の3日前に、自宅の裏庭で2人で挙式を結婚式を挙げたなどとも言っていました。イギリスではライセンスのある場所で承認を含む最低5人が出席しないと正式に結婚が成立しないという規則があります。
カンタベリー司教は英国国教の結婚式を教えてあげるために予行演習をしたのだと言っています。2つ目のボムシェルは、メーガンが妊娠中、王室から何も教えてもらえず、どこにも外出できず、自殺したい境地になって助けを求めたとき、王室のイメージに悪いということでサポートを断られたというのです。メンタルヘルスチャリティをサポートしているハリーは何もできなかったのでしょうか。メーガンのお母様はカウンセラーもしているそうですが、相談しなかったのでしょうか。王室の HR デパートメントに、相談したのだそうです。 HR デパートメントとは Human Resources Department のことですので、人事部になります。イギリスの朝のテレビ番組 Good Morning Britain のプレゼンターのピアス・モーガンは、メガンの言ってることは全く信じない、メガンが天気予報を読んでも信じないと、スタジオの他のゲストとの問答で腹立ち、席を外したことにより視聴者から苦情が殺到しました。その後すぐにメーガンは番組に、精神的に病んでいる人が心を開くことができなくなるとピアス・モーガンを非難し、ITB はピアスに謝るか番組を降りるか迫り、ピアスは辞める方を選びました。一方、アメリカでは民主党のヒラリー・クリントンや、ジョー・バイデン大統領、テニス選手のセレナ・ウィリアムズ、他多くのハリウッド俳優などもメーガンのしたことを勇敢で素晴らしいことだと称賛しています。そして英国王室は21世紀の価値観に変わらなければいけないとも言っています。伝統を守り、さまざまな困難を乗り越えて王室を守り続け、イギリスに大きな貢献をしてきたエリザベス女王は、英国の女王のみならずコモンウェルス、イギリス連邦国の君主として70年近く君臨してきました。女王陛下は今年95歳になります。オプラのテロールインタビューは、女王陛下をサポートしてきた99歳のご主人のエジンバラ公爵が入院中に放送されました。 Never complain, never explain、 文句を言わず言い訳もせずがモットーの王室です。王室が反論するのかどうか、どのような反応をするのだろうか話題になっていましたが、エリザベス女王はインタビューの2日後、短いメッセージを発表しました。 The whole family is saddened to learn the full extent of how challenging the last few years have been for Harry and Meghan. The issues raised, particularly that of race, are concerning. While some recollections may vary, they are taken very seriously and will be addressed by the family privately. Harry, Meghan and Archie will always be much loved family members.ハリーとメーガンにとって大変な数年であったことを改めて知り、ファミリー一同とっても悲しく思っています。いくつか挙げられた問題点について、特に人種差別については懸念します。記憶は異なるところもありますが、ファミリー内で真剣に対処します。ハリー、メーガン、アーチーはいつまでも愛するファミリーメンバーです。ハリーは12歳の時に若く美しいお母さんのダイアナ妃を悲劇的な交通事故で亡くしました。そのトラウマから、当然ご自分の家族のメーガンやアーチーを守ることが最優先となり、他の大切なことを忘れてしまっているのかもしれません。イギリスの価値観、育んできた王室の価値観を否定し、ハリウッドの価値観の中で生きていくことに決めたのでしょう。どちらが正しいのかは分かりませんが、私には英国の価値観の方がしっくりいくのはイギリス滞在が長いからでしょうか。日本人の価値観もイギリスに近いような気がするのですが、いかがでしょう。これまでカーボンエミッション、排気ガス規制やクライメットチェンジのことなどを解きながら、自分たちはプライベートジェットで動き回るなど矛盾する行動が報道されるのをたくさん見てきました。それらは2人が言うようにアンフェアな報道だったのでしょうか。日本の価値観で生きる私には、インタビューの中に他にもたくさん理解できないことがありました。家族とのことを暴露したことでハリーとメーガンには達成感があったのでしょうか。その後の報道でハリーはこれからも継続してロイヤルファミリーのことをリークしていくと言ってたというのです。信じがたいことです。
ハリーが平穏に生きていくことができるのを願うばかりです。ハリウッドの価値観が今日本人が学ぶべき新しい生き方なのだろうかと考えてしまうこの頃です。